範囲は半径約450km なんですね。横須賀だったら北は秋田県上空です。そして西だと兵庫県上空あたり、これ一気に探知することできます。でその中に入ってきたミサイルに即座に的を合わせて危ないものから順々に撃ち落とすことができると、まあ、こういった能力を持ってるんで世界最強の盾と呼ばれるようになったんですね。しかしこれだけの高性能ですから一隻作ろうとした際にかかる費用はすごいですね。だいたいイージス艦は一隻およそ1500億円と言われてます。1500億円、今日乗船中にね持ってそうな方いないかなって見てたんですけど、残念ながらこの部いなかったんですね。だいたい1500億はどれぐらいかというと、最近何かと話題の新国立競技場っていうのが1490億なんですよ、予算が。だいたいイージス艦1000分ですしね。あの有名な東京ディズニーランド開業当時にかかった費用も1500億円、イージス艦1000分。さらにはあの大公豊臣秀吉はなんと年収が1500億円だったので1年に1隻イージス艦をもらってたんですね。皆さんに関わるのは宝くじですか？年末ジャンボであれば1等は10億ですから、150回ようやく当たってイージス艦1隻買えるっていう話です。それだけ高いイージス艦が今日右側に7隻ほど入っています。というか右手に見える船全部イージス艦なんですよ。ただどれがイージス艦でどれが普通の船かって見分けるの大変です。